マッシモダゼイリオは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、作家、画家、愛国者である。サルデーニャ王国首相を務め、恩賢派の中心人物として、イタリア統一に大きな役割を果たした。なお、名前の表記には文献によって揺れがあり、マッシモダゼリオ、マッシモダゼリオ、マッシモアゼリオ、マッシモアゼリオ、マッシモ,ゼッシモダゼリオなどという表記もある。 ボートでの生活マッシモダゼーリョの代表作の一つ、レニャーノの戦い、マッシモダゼーリョの代表作の一つ晩年のマッシモ、ダゼーリョバレンティーノ公園のマッシモダゼーリョ像1798年10月24日、マッシモダゼーリョは、トリノの高貴な家に生まれた。父チ,チ,チ,チェザーレダゼーリョ、イタリア語、チェザレディアゼリョは、軍隊の将校の地位にあり、マッシモダゼーリョ自身も17歳の時に、 騎兵隊に加えられた。しかし健康上の理由から実践に立つ前にすぐに除退し、ローマに滞在中に先進的な芸術と音楽に見入られ画家を志した。その後はローマに移り住み画家としての活動を本格的に開始する。ローマではロマン主義的な風景画を描くが一部作品を除き評価されないまま終わる。1830年にはトリノに戻り、 1831年に父が亡くなった後はミラノに移り住んだ。この頃から交流を持ち始めたアレッサンドロ・マンゾーニなどの影響を受けて画家ではなく作家を志すようになり、1833年にはフィエラ・モスカ率いるイタリア人がフランス軍を破ったエットレ・フィエラ・モスカ。彼が提案した世俗婚法は、 ヒウス9世の圧力を受けたビットリオ・エマヌエレ2世の反対を受け、また保守派が多数を占める上院でも否決されたことで、第二次内閣は、組閣からわずか5ヶ月後の1852年10月22日に解散し、首相職も辞した。その際だ勢力は、自身の後継者としてカブールを推している。なお、3年にわたる首相在任期間は、 公認のカブールに次ぐ長さであった。首相退陣後はトリノに戻って再び芸術に専念したが政治的発言力は保持したままであった。カミッド・カブールは彼のもとに何度も赴き政策について意見を交わしている。ビットオリオ・イマヌエール2世には何度も還元し宗教団体の財産を国庫に移しまた課税を実施、さらには 教区主催に対する生活手当を廃止して、世俗婚も認めるカブールのシッカルリ法案が認められるよう後押しした。1859年にはパリやロンドンに移り住むが、オーストリア帝国との再度の戦争は避けられないものと判断してサルデーニャ王国に戻る。カミッドカブールからの指令でローマに赴き、教皇軍と戦いその追放に大きな貢献をする。また、 第二次イタリア独立戦争では、マジェンタの戦いで、高い式能力を発揮する。しかし、両シチリア王国を滅ぼし、イタリア南部までに強引な手段を用いて、領土を広げたジュゼッペ・ガリバルディには、不満を示し、両者は、意見が対立する。その後も正解に止まるが、カブールの死後は、精力的な活動はなくなる。死去まで一貫して穏健派でありローマやベネツィア、 トリエステを書いた統一が不完全であるとする意見が大半の中、ローマを教皇の主権下に留めておくべきと主張した。死の直前に出版した著書、我が記憶ではイタリア人についてこうを綴っている。イタリアで最も必要なことは、高媒で強力な個性を備えたイタリア人を形成することであるが、残念なことにそれとは正反対の方向にますます進んでいる。 イタリア人はなったが、残念ながら、そのような、イタリア人は作られていない、我が記憶よりまた、その2年前の1864年12月3日の演説では、イタリア人を作る、民族を形成することの混乱性を以下のようにとろしている。我々が努力する目的は何か、イタリアを民族の実態としてまとめることである。異なる街や地方と、 分裂した心と意志のどちらがまとめるのに容易であろうか。特にイタリアにあっては前者より後者の方がはるかに難しいと考える。1864年12月3日の演説よりそして1866年1月15日、トリノにて死去。ありがとうございます。